巡査は警察法第62条に規定される日本の警察官の最下位の階級。都道府県警察採用試験に合格した者は学歴に関係なく最初は皆この階級である。巡査の階級証元は羅卒と称した。明治の頃パトロールに対する適切な日本語が存在せず、巡査査察を当てはめその省略型としたことが故障の起こりである。 明治初期は一等巡査から四等巡査に分かれており、一等巡査は、現在の警部補に相当した。現在の日本における巡査の階級は、警察法第62条に規定され、上位の階級には、警視総監、警視官、警視庁、警視制、警視、警部、警部補、巡査部長がある。巡査部長との間には、警察法には規定されていない階級的故障として、 巡査長が存在する。巡査は警察署や警察本部に配置され、交番や駐在所などでの勤務、各部署で担当する事件の捜査や事務を行う。割合は警察官全体の約31%。通常、都道府県警察官採用試験で採用されたものは、学歴に関係なく、採用日つまり、警察学校への入校日をもって巡査を命じられる。この時点で、 警察官であるが、研修中なので、現場での活動を行うことは、ほとんどない。巡査部長に承認するには、巡査として、一定勤務年数経過後、通常は年に一度の承認試験を受けて合格する、所長などの所属長の推薦により選抜、選考されることが必要。他に、多大な功労による、特別承認という場合もある。戦前の警察制度においては、 企業などが給料を支払う正眼巡査という制度が存在した。ありがとうございます。